関西文化学術研究都市関西文化学術研究都市聖火西木津地区関西文化学術研究都市聖火西木津地区は京都府木津川市と相良郡聖火町にまたがる関西文化学術研究都市の中心地区都市再生機構と民間各社によって住宅施設都市的サービス施設の建設及び分譲が行われ 国立国会図書館関西館などの文化学術研究施設が立地する。2000年には都市景観100選に選ばれた。地区内には主に木津川台、光台、聖火台の3区域がある。2015年10月1日時点の人口は次の通り。住民のいない区域は事業所や公園などが立地する。学研都市がパイロットモデル都市として建設された経緯もあり。 スマートシティに関する実証試験が行われることが比較的多い。近畿日本鉄道と近鉄不動産が開発した住宅地。関西文化学術研究都市では最初の民間開発住宅地となる。事業開始1986年。事業終了1996年。総面積124.9ヘクタール。計画人口。 8970人。計画個数2324個。住宅、都市整備公団が開発した複合多機能都市。事業名称、相良郡都市計画事業放送の特定土地区画整理。事業。事業開始1985年。事業終了2004年。分譲開始1987年3月。総面積。 202.4ヘクタール。計画人口9800人。計画個数2800個。京阪電気鉄道、三井不動産、野村不動産の3社共同事業。人と自然と文化の共生する都市をテーマとし、住宅ゾーン、文化学術研究ゾーン、公園ゾーンからなる。事業名称、相良郡都市計画事業、聖火大土地区画整理事業。 事業開始1992年。事業終了2003年。総面積157.7ヘクタール。計画人口6300人。計画個数1800個。関西文化学術研究都市の開発の際、生態学研究者からなる大鷹の保護を考える会の活動によって大鷹の保護問題への関心が高まるようになり、成果。 西木津地区では、大学院生などによって、長谷地周辺で大鷹が確認されたことから、地元の PTA 会長や教師、鳥類や移行家などによって、南山城の大高を守る会が結成された。同会は、日本町学会などの支援を受けながら、観察を続けた結果、大高の繁殖行為を確認し、京都府と開発事業者に、計画の見直しを求めた。これを受け、 京都府は長谷池を埋め立てる計画を止め、池周辺の約14ヘクタールを学研記念公園の自然保全区域として公園とすることを決定。一方、京阪電気鉄道、三井不動産、野村不動産による京阪な聖火台は、学研記念公園の面積拡大により、計画案を再度地元行政と調整することとなった、ほか京都府による 生態調査のために、府の認可が遅れたが、最終的に、京都府は、大鷹の映像は認められないとして、開発を認めた。文化学術研究施設の立地を生かし、情報通信、環境等、様々な分野における先導的な文化学術、研究施設、研究開発型産業施設等の整備が、進められている。2020年3月時点で、 研究開発型産業施設は49施設が立地する。地区内を聖火クルリンバス及び奈良交通の路線バスが運行し、JR 片町線の放送の駅と近鉄京都線の新放送の駅並びに近鉄京阪な線の学研奈良富ヶ丘駅などと結んでいる。放送の駅からの系統では連接バスが使われる場合がある。また、京都駅と結ぶ直通バスが 京阪バスと奈良交通により共同運行されている。地区内に鉄道駅はなく、木津川台からは近鉄京都線の木津川台駅が最も近い。地区内に京奈和自動車道の聖火学研インターチェンジがある。ありがとうございます。